入試の面接試験を行いたいと思います。まず名前は、私は小島和也です。はい、小島くんね。年はいくつですか？神に命を授かってから15年です。普通に答えなさい。なんでちょっと神秘的に答えてるの。次、出身はどこですか？カンボジアではありません。分かってるわ。どこに住んでんの？どこに？日本です。広いよ。具体的にどこに住んでるんですか？角部屋です。具体的すぎるよ。知らないよ君家の間取りは。なんで言わないの？隠すことないだろ。住んでるとこぐらい言いなさいよ。横浜です。どうしたのね。びっくりした。